こんにちは、サードラです。今回は、モンハンストーリーズ2体験版最終目標であった、ゼニー999999999まで、あと少しとなりましたので、急遽動画を回しております。で、ここまでめちゃめちゃ長かったんですけども、なんとかここまで来ることができました。で、これが999999999でカンストになるのか、それとも1000万まで行ってしまうのかっていうのを一点確認した後に、999万でもしカンストであれば、その後のゼニーがちゃんと内部換算されるのか、それともそれ以上のゼニーは捨てられるのかっていうのを検証していけたらなと思っております。じゃあ実際に今から999万ですね、カンストだろうと思うところまでさせていただきます。でこれでついにゼニーが入りまして、999万、おーカンストですね。噂ではここでカンストじゃないかっていうのもお聞きしてたんですけども、見事ここでカンストしました。なのでストーリーズのゼニーカンスト値に関しましては999999999がカンスト値になります。で一応こんがり肉もカンストしてるのでこれ売られちゃうんですけど、これで一応今999万ですね、ゼニーが溜まりまして、じゃあここから検証するのがそれ以降のゼニーがどういう換算になるのかってお話ですね。じゃあ実際にアイテムをちょっと売ってお金を稼いでみるんですけども、例えばまあ回復の粉今300個あるんで、まあじゃあ試しに10個売ってみます。ですると300ゼニーがここから入ってくるので、まあ内部計算されてるんであればこれで300ゼニーがこの裏にあるかなと思うんですけども、これでじゃあ実際にアイテムを次買ってみますね。で薬草が30ゼニーなので、通常であればこれを買ってもゼニーが減らない計算になるんですけども、買ってみます。ですると減りましたね。減ってるので最終的な検証結果に関しましては、ゼニーのカンスト値は999999999になりまして、それ以降のゼニーに関しては内部換算とかがないので、それ以上貯めても使わないともったいないっていう風になるみたいです。はい、ということで今回は、ゼニーがカンストしましたよっていうご報告と、カンストした後の計算がどうなるのかっていうのについて動画にさせていただきました。この後ですね、製品版がリリースされる、日付が変わった瞬間の12時から全クリするまで終われませんライブさせていただきますので、そちらもぜひ来ていただけると嬉しいです。一応目安までにプレイ時間をお見せしておくと、プレイ時間は215時間なので、まあ途中ですね開きっぱなしで寝てしまったりとかっていう時間もあったので、実際はまあ200時間ないぐらいで僕はカンストができました。でご視聴ありがとうございました。これからもストーリーズ2の動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、ストーリーズ2一緒に楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。